ウェブプレゼンで資料を作成するその動作流れを見てみましょうこれは実は記録されたプレゼンテーションの一覧表というところで、まあ、実際にはまだ今から記録をする内容のところもあります今から資料を入力するのは糖尿病の治療薬 SU 剤スルフォリル尿素系その,そのお薬について説明資料を簡単に作ろうと思っています この資料一覧というのが出てきます。この資料一覧をクリックしますと、えー、こういう形で今からプレゼンする内容の資料、その編集をまず行いまして、こちらですね。こういう順番でスライドを流しながら説明をしようと思って、こちらに配置しています。もしこの資料を順番を変えたければ、こういう形で並び替えすることができます。 でこの資料が確定しましたら、プレゼンテーションを保存して次にという。で一気に記録をしますので、こちら記録の方を押します。音声標準。マッキントッシュの場合には、Mac の場合には、標準 44.1kHz を使います。kHz ですね。Windows の場合はこちら48を使います。まあ、こちら間違えないように、ちょっと音の音色が変わってきたりします。 ということで、このサーバーに接続しますと、今から録音記録ができるということになります。で、こちら資料ですね。今から説明する資料の順番。まあ、もう一度確認をしまして、戻りまして、今からスタートします。これが今からの本番となります。この下の方に記録開始ってのがあります。この記録開始ボタンを押して、上の方に赤いマーク、録音中というマークが出ましたら、 記録が今取れているというそういう状況となります。では、えー、早速始めたいと思っています。糖尿病のオクシルの中にはいろんな種類があります。えー、その種類の中にも、えー、インシュリンの全体の、えー、ちょっと失敗しました、えー。もう一度やり直す場合にはこちらですね。 やり直すというところをします。そうするともう一度やり直しが効きますので、たまたま今間違ってよかったなと思っています。ではもう一度始めます。糖尿病のお薬にはいろんな種類があります。その中にはインシュリンの抵抗性を改善するお薬、インシュリンを刺激して血糖を下げるお薬、あるいは 食事の後の吸収を抑えて食後のカケットを改善するお薬と、まあ、いろんなものがあります。今回、スルホニル尿素系尿素薬、SU 剤、これは従来から使われている糖尿病のお薬となります。膵臓のベータ細胞、まあランゲス、ランゲルハンストですけど、その中にインシュリンを分泌する細胞がございます。 で、その膵臓からベ、ベータ細胞から分泌されるインシュリン、その刺激を、えー、することによって、インシュリンの分泌を促進するというのが、SU 剤の特徴となります。従って、膵臓からあまりインシュリンが出てない、そういったケースの場合ですね、膵臓にインシュリンを出しなさい、出しなさいという、そういう刺激を送りまして、膵臓のベータ細胞からインシュリンを分泌させるという、それが、それが、 この薬の特徴となっています。従って、長いことこの薬を使っていきますと、膵臓がだん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 働かなくなって、疲弊する、疲れきってしまう、枯渇してしまう、そういう形になってくます。従って、SU 剤の使いすぎ、慢性的に使うということは今、今ほとんどなされなくなりましたし、SU 剤全体の使用量も非常に減ってきております。まあ、ただ、SU 剤の中でも、即効性、即効型、 食事の後に、えー、すっとインシュリンを分泌して食後のカケットを改善するために分泌させるそういうお薬はですね今食後カケットを改善するというそういうお薬のタイプで、えー、速効型のインシュリン分泌刺激剤という形で、えー、お薬としては今提供されております、まあ、全体の血糖値を下げるそういうことですねしたがって朝昼夕という形で下げますので、えー、いわゆる 夕食後に効きすぎたりしますと朝食後の空腹時血糖これが下が,り下がりすぎて低血糖を起こしやすくなったりするというのがこのお薬の特徴と言えるかと思っています、まあ、別の資料でこれをもう一度再確認していますこの SU 剤スルフォリル尿素薬というのは一日の血糖全体を低下させるそういう特徴を持っています それと服用後、長時間にわたってインシュリンの分泌を増やします。血糖値を下げる。その反動として低血糖が起こりやすいので注意が必要ということになります。インシュリン分泌、今までのインシュリン抵抗性改善するお薬等はインシュリン分泌に関わりませんでした。ところがこのお薬は、膵臓からのインシュリンの分泌を刺激しまして増やします。したがって増やすというそういう分泌に関与するということになります。 低血糖は起ここりりやすすいいということうになります他に併用薬している場合も併用薬自体は薬の低血糖を起こしづらくてもこの薬自体に低血糖を起こしやすいそういう特徴がありますので低血糖には注意をするということが必要となりますで運動食事療法をきちっと守っていかないとこの薬をだらだらと使ってしまうとですね体重が増えてきます 体重が増えていきますと、今度インシュリンの抵抗性等が増えまして、インシュリンは出ているけれど、そのインシュリンのいわゆる効率化、効果が十分ではなくて、血糖値の下げ具合が悪くなるということで、悪循環を繰り返していくということになりますので、糖尿病の方の場合は体重を増やさないというのが原則大切ということになります。従って、ここにも書いてありますように、 この薬を使いますと、その結果、薬の効果がだん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 弱くなってくるということになります。もちろん、すい臓から刺激されるインシュリンがだん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 減ってくると同時に、体重が増える、その増える反動によって、この薬の効きが悪くなってくるということになります。SU 剤、最近では使われなくなりましたけど、まあ、それでも低血糖、血糖を下げるときには、ナイフ薬としては即効性がありますので、 えーまあ、必要なときにはこのお薬も使う必要があるというそういう位置づけのお薬だというふうに考えていいかと思っています、えー、簡単ですけど以上で S ユーザーへの説明を終わらさせていただきますこういう形で、えー、プレゼン資料が、えー、終了しましたで確認したければこの再生を押しますと、えー、少し長くなると再生を何度かクリックします そうするとサーバーに今データが上がっていますので上がったデータを確認します糖尿病のお薬にはいろんな種類がありますいかがでしたか、えー、こういう形でプレゼンの,ゼンの資料をこの SWP で読み込んでいる様子を録音録画させていただきました、えー、何か参考になりましたでしょうかいののという形でこれで確認しましたらこちらで終了をしますと、えー、ファイルに サーバー側にきちっと確実。ということで、再生したければこちらで再生可能です。それと、相手に配布したければ、この配布、PDF のダウンロードができますので、このままメール添付で送ることができます。受け取った側はこちらをクリックしますと、えー、再生ができます。それから、こちらのプレゼンのですね、PDF で出てきた、こちらで出てきました URL。 これをクリックしまして、これをコピーします。そしてこれをメールに貼り付けて、添付で送りますと、相手側はこれをクリックすると、プレゼンの再生が可能ということになります。以上ですけど、簡単にプレゼンの説明の入れ方に関して説明させていただきました。今、説明したプレゼンは、こちらの方にですね、入ってきております。こちらですね。こちらに入ってきています。 これのプレゼンテーション履歴の方を見ていただくと入ってきます。いうことですね。はい。以上で終わりとさせていただきます。